今回ですね、抹茶のチョコレートを買ってきましたんで、こちらのレビューをしたいと思います。なんかこれね、抹茶のチョコですけども輸入品らしいんですよ。確かね、ドイツかなだと思うんですね。抹茶のチョコ、ご存知の方いたらコメント欄に書いてください。じゃあ早速開けていただいてみようかと思います。あ、美味しそう。見た目にやっぱね、ホワイトチョコレートの類ですね、これね。ほら、なんか美味しそうでしょ。じゃあちょっといただきましょうか。でパリッと割って、おお、むちゃくちゃ好きな味。うん、甘さが控えめで、抹茶の香ばしさ、 25% のココア、グルテンフリーです。原材料名、砂糖、ココアバター、全粉乳、ホエイパウダー。あ、ホエイパウダーね。うん。プロテインに入ってるやつだ。抹茶粉末。だそうです。その他、香料とか、一部に乳成分、大豆を含むとあります。で、熱量、100g あたり 552kcal ってことですか。これ何 g ですかね。100g か。うん。なかなか、甘さ控えめでいいですよ。まあ、食べ過ぎたらやっぱり良くないと思いますけども、抹茶好きの方にはね、応えられないんじゃないですか。これにブラックコーヒーだと両方とも進んじゃうんで、まあ、あのチョコレートだけでいただこうかと思いますけどもね。これ美味しいですよ。抹茶チョコ、いいんじゃないですか。抹茶チョコ横、皆さんにもどうぞ。